紀2058年、人類が宇宙を目指して飛躍し始めた頃、人類が大宇宙へ進出するための第一歩となる夢のような計画が立てられていた。この宇宙搬出計画は数回繰り返されることになるでしょう。その中の一例でも成功してくれればと我々は願っているのです。あなた方お二人の協力には感謝しています。ロビンソンさん、スクリーンを。現在の技術では有人恒星間飛行は夢のまた夢、天文学的な費用も必要となります。そこで水星を利用した工法が考えられました。核から水や重水素などの豊富なエネルギーを直接補給するわけです。この水星を我々はオズマ3と名付けました。つまり水星そのものを宇宙船として利用することになるわけです。天然の恒星間宇宙船というわけだ。しかし致命的な問題があります。宇宙は広大です。秒速80キロの高速でオズマ3彗星とともに航行したとしても、太陽系に最も近い恒星アルファケンタウリに到達するまでどのくらい時間がかかると思いますか？なんと1万6000年だ。10光年以上先に達するには5万年かかってしまう。だから飛躍的な加速がどうしても必要となる。そこで資源を吸い取った後、彗星を核融合爆発させエネルギーを利用すれば、宇宙船は秒速1万キロに達しましょう。しかしこの凄まじい加速度に人体は耐えられん。耐えうるのは機械と、そして完全凍結された精子と卵子だけだ。人生というのはまこと旅から始まるもののようですな。しかしロビンソンさん、誤解せんでもらいたい。我々は決して生命をもてあそんでいるつもりはない。もし宇宙船の行き先いなかったら、生存に適した星がなかったらどうなるんでしょう。私たちのその子供たちは無に帰る。それだけですよ奥さん。つまりその場合はコンピューターの判断によって永久停止されます。精子と卵子の解凍システムが何も起こらんし何も生まれない。私たちの子供だわ。もしも生まれたら、あんな宇宙の彼方で子供たちだけが。もう遅いよ。もうどうすることもできない。こちらへどうぞ。お二人に協力していただいたもう一つの成果をお見せしましょう。ハンナ、子供を産むんだ。俺たちの子供、俺たちの家庭を作ろう。この地球で。男、ほら、ついてるもの。抱かせてママ。私、姉さんの次。
23人目だね、パパ。なんて名前つけるの？ヨアヒム、ママと決めたんだ。変な名前。別な名前にした方がいいと思うな。多数決で決めよう。ヨアヒム、みんなお前の兄さんや姉さんだ。たくさんいて驚いたろう。パパ、パパ抱かせて。頼むぞ、落とすんじゃないよ。うわ、さあさあ、ミルクあげなくちゃ。ママ、私がミルク飲ましてあげる。どうなさったの？空気漏れだ。大したことない。直してくれよ。気をつけてね。パパ、僕先に行くよ。ずるいや、クリス。この前だって、僕も。クジラ座タウ星か。そう、地球ではあの恒星をそう呼んだ。大きさ明るさも太陽によく似ている星だ。パパはね、このタウの第二惑星をオズマと名付けたんだ。それは我々を運んでくれた彗星の名でもあるしね。あなた、ついでに電池パネルの角度を見てくださらない？誰かがコンソールをいじっちゃったらしいの。了解。またか、しょうがないな。パパ、僕たち本当にオズマに住めるの？もちろんさ。それはコンピューターが決めるんだ。この星を見つけたんだって、こうやって軌道を回りながらいろいろ調べてるのだって、みんなコンピューターさ。そう、その間にお前たちが生まれてこんなに大きくなった。似ているの？オズマってママ。そうね、あんな青い綺麗な星だったわ。ママが知ってるのはずいぶん昔の地球だけど。地球って遠いの？ママやパパは帰りたいと思わないの？ママやパパにはあなたたちがいるもの。あなたたちにはオズマがあるし、よく覚えておきなさい。あの星が太陽よ。大昔から地球ではこんな風に星を眺めて、いつかあの星まで行ってみたい、行ける日が来るかしら、そう思いながら人々が生きて死んで、そして今私たち初めてその星の一つに来てるの。わかる？モリ。ハリーの時と同じ病状だ。ひどい熱、急にこんな。メディカルカプセルに移そう。ダメだよパパ、カプセルは故障してるもん。じゃあ酸素吸入器だ、早く。クリス、クリス、しっかりして。トビ、強心剤、その棚だ、早く。
ピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマリー、ハッピーバースデートゥーユー。オズマ星に上陸の日も近い。誕生パーティーを盛大にやろう。多分これがお前たちと最後の。最後の？いや、この船で最後ということだ。さあ、今月生まれのトビー、モーリン、マーク、いっぺんに吹き消すんだよ。プレゼントはこれだよ。男の子には小麦、モーリンにはひまわりの種だ。大事に育てるんだよ。と一緒にお行き、ヨアヒム。ここはお前たちの世界よ。もう教えてやれることはないのよ。太陽系から 11.9 光年離れたクジラ座タウ星系の惑星オズマに22人の子供たちが降り立ったという報告の電波はその後地球に届いた。しかし計画の当事者たちがそれを知ることはなかった。宇宙船が太陽系を去ってから実に375年が経過していった。
21世紀後半における人類最大の発見は太陽系第10番惑星の正体が明らかになったことである。魔王星と名付けられたその暗黒の超巨星は驚くべきことに反物質によってできた星だったのである。これを利用すれば文字通り無尽蔵のエネルギーを手に入れることができるのだ。宇宙時代は人類の予測を超えて全く新しい局面を迎えることになった。時を同じくして物理学の最先端はマイクロブラックホールの回転封じ込めによる超空間広報理論を完成しつつあった。無限のエネルギーと最新のテクノロジーが合体し数十光年を一瞬にして飛翔する恒星間航行時代が到来。人類の宇宙大進出が突如として幕を開けたのである。本船はただいまより超空間航行に移ります。こんな世界を目指しているというのか。範囲はこの辺りまでにしよう、ミラ。この石くれだらけの岩盤を粉砕して土に変えるんだ。大気と地殻をできる限り有機化する。強化微生物の方は順調に増殖中だ。土の条件さえ整えばすぐにでも植物種子を散布したい。できるだけ急いで。了解、アダム。肥料も兼ねた有機物質の添加剤だ。この星は石英質の岩石ばかりでね、石を砕いて種をまくだけじゃ植物は育たないんだ。あの辺り一帯も開発に加えよう。
ったく鬱陶しい土地だぜ。それにこう工事が遅れちゃな、いつ地球に帰れることやら。しかしロビンソン財団もよくやるよ、ここの開発で屋台骨が傾いたっていうぜ。大方環境を整えてから PR する腹だろう。緑の星に別荘をどうぞなんてね、コストの100倍の値をつけてさ。アダム様、私は財務顧問として申し上げているのです。ロビンソン宇宙財団の資産にも限界がございます。こんな大規模な工事を続けていったら財団は破産です。ギルフォード、何度言われても私は計画を途中で投げ出す気はない。アダム様、あなたのお父様は昔宇宙局の極秘計画に協力されたのが縁で宇宙事業に乗り出されました。魔王星開発プロジェクトで巨万の富を築き上げられたのはちょうどアダム様くらいのお年でしたかな。さて、私も職務上このままというわけにも参りません。地球に戻り次第財団としてこのことは問題にしますぞ。では。この湖は計画の中では一番はかどっているところだ。地形の整備はほぼ終わったし、水藻類の繁殖計画も順調だ。あとは運河から水を引くだけだよ。ここはきっと素晴らしい景観になるぞ。ここができたら一日休みにでもするか。ひどい雨だ。地球じゃこんな豪雨にはお目にかかれんだろう。大気改造の影響で天候のバランスが崩れたのかもしれん。なあアダム、あんたの苦労はわかるが、科学顧問として一言言っておこう。ここは異星だ、地球じゃない。環境の改造はその場しのぎに過ぎ、長くは持たないと考えた方がいい。600年もすれば元の状態に戻るだろう。十分だよミラ、600年後のことを考えるのは我々ではない。てしまう。この雨の中での作業はかえって危険です。早く退避すべきです。せき止めの前に水が来たな。我々もオダムスです。やっと芽の出た植物を見捨てれば全ては無駄になる。作業員を総動員してでも流れを食い止めるんだ。
ひでえもんだ。結局全て無駄だったってわけさ。お願いです、我々を地球に返してください。あんな危険な目に遭うのは二度とごめんです。早く撤退すべきです。財団は大丈夫なのですか。わかった。機材を積んだ母船が間もなく到着する。帰りたい者はそれに乗って帰りため。ご苦労だった。頼むぞ。兄弟たちよ、300年後君たちはこの星に到着するだろう。その君たちのためにメッセージを残してゆく。今から50年前、人類の宇宙への憧れと焦りが一つの無謀な計画を実施させてしまった。つまり冷凍保存された人間の精子と卵子を宇宙船に乗せこの星に送り込もうというものだ。提供者はロビンソン夫妻、私の両親なんだ。兄弟たちよ、宇宙の闇の彼方からまっしぐらにここに向かっているまだ生まれぬ兄弟たちよ、植物の呼吸がこの星の大気にもっと酸素を増やしていくだろう。途中でその宇宙船を回収しちまうわけにはいかないのか。太陽からここまで 11.9 光年の距離だ。
今どこを飛んでいるか神様でなければわからないんだよ。これが亡き両親の意思だった。財団の資金はこのことにこそ使われるべきだったんだよ。兄弟たちよ、宇宙の闇の彼方からまっしぐらにここに向かっているまだ生まれぬ兄弟たちよ、どうかこのささやかな贈り物を受け取ってほしい。そして忘れないでほしい。父も母も私も君たちと共にある。築かれた植民地の大半が疫病、紛争、天災などのために放棄されているのであります。巨額の投資が全く無に帰しているのであります。これ以上宇宙へ人間を送り出すことは、我々にとっての急務は地球72億の人類の生活を維持することである。そのための管理合理化を徹底的に推し進めることが何よりも必要なのであります。宇宙時代はすでに過去のものとなって、人間だ。
ヨアヒム、それはパパじゃない。こんなうまい空気は地球じゃとんと吸えなくなりましたな。地球、地球から来たよ。本当に？どれどれ？行ってみたいな。どんな感じなんだよ。弟たちがこしらえたんです。いつも眺めていられるように。スペイン、フィンランド、USA、コルシカ。それ国じゃないぞ、ジョセフ。ねえ、地球のことを話してくれよ、おじさん。人がいっぱいいるんでしょ。いっぱいいっぱい。このオズマより大きいの？空は青いの？水は？動物もいるんでしょ？どこもあるの？ハゲもいるの？魚は？いや、そんなに変わらない。この星は地球に似せて改造されたということだからな。しかし今は…エレン、お水を持ってきて。大丈夫だ。すぐに良くなる。君の名は？カレン・ロビンソン、長女ですわ。最初から強引に上陸を始めりゃよかったんだ。船長は何をためらってんだ。あんなガキどもの顔色を伺うことはないんだ。いざとなりゃ力ずくでも。スミス、今のうち居住可能な地域を探査してくれ。できるだけ広くだ。わかりました。別個に動き出したぞ。ハリー、お前はあいつの後をつけろ。僕、みんなと一緒にシャトルに乗りたかったな。グズグズしないで行けったら。あいつら何か企んでるよ。姉さん、信用しちゃいけない。あのアダムとかいう船長もだ。そうだよ。宇宙にはいくつも植民地が作られた。何万人も移住した星もあった。だが今はない。みんな放棄されてしまったよ。どうして？どうしてだろうね。宇宙が広すぎたのかもしれない。行っても行っても果てしなくて、結局人間は恐ろしくなってしまったのかもしれないね。それなら私たちがオズマにいる理由はもうないんですね。私たち地球へ帰りたいと思います。その権利があるはずです。
ターシードだ。スターシード？オリオン座の星系で発見されたことがあると聞いている。植物の種子がぎっしりと集まり、繁殖場所を求めて宇宙を放浪しているんだよ。どうしてそんな。さあ、あてもない宇宙へ自分たちの子孫を旅立たせるんだ。惑星の環境が悪化したのかもしれん。それとも何かやむにやまれぬ思いで宇宙に自分たちの印を残しておこうとしたのかもしれん。そんな目障りなものは燃やしてしまうのさ。やめろ。くそ。放て。君らのためだ。地球のことなんか忘れてしまえ。よく見るんだ。これが地球だ。今は年老いてしまった地球の姿なんだ。この宇宙船は地球には戻らない。地球は変わってしまった。人間は宇宙に広がりたかった。抑えがたい思いだった。370年前、恒星間旅行など全く不可能だと思われた時代に、君たちこそが人間の宇宙への夢の象徴であり救いだったんだ。でもそれは変わらない。いや、皮肉なことにその後植民地が全て失われてしまった今こそ、みんなおいで。どうしても見てもらいたいものがある。
の人々を移住させるつもりはない。この星は君らのものだ。君らだけのためにロビンソンが残した星だ。どうしてそれを。ロビンソン、私もロビンソン一族の末裔だからだ。しかしアダム、我々は最後の植民者として新天地を求めてここへやってきたんだ。今さらこの星から去ることはできん。子供たちにとっても我々は必要なはずだ。アシモフ、子供たちが断るなら私たちが出て行く、そういう約束だ。この子たちに敷いた運命を今度は私たちがスターシードとなって別の星を目指せばいいんだ。アダム、許してくれ。死ぬ前に一度君らに会いたかったんだ。この星のことは何代も私たちの胸に。君らのことを忘れた者は一人もいなかった。ロビンソンの人々は私たちに命と愛と、そして地球そのものを送ってくれました。アダム、この地で静かに。この一族の歴史はそのまま4世紀にわたる宇宙時代の歴史とも言えた。今人類の夢は息絶えたかに見える。しかしいつか、いつの日か、新しい世代がもう一度果てしない宇宙に挑み飛翔していく勇気を持つことだろう。